皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました。トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ情勢はヘルソン、ドニプロ川とかの話ですね。本当に拠点がありそうです。で、もう一つがね、ちょっと心配される、ウクライナ支援の話をしたいと思います。後半はイスラエル、中東情勢になります。では参ります。えー、まずはウクライナ情勢、ヘルソンとかの話でございます。ドニプロ川とかの話ですけれども、地図から行きたいと思います。こちらですね。 えー、一時期噂になったコザチラヘリという街の北東にクリンキという街があります。細長いドニプロ川の支流のコンカ川にへばりつくような形の細長い街ですね。ここにウクライナ軍がすでに共闘法拠点を築いているんじゃないかっていう話をずっと、まあ噂が出続けているわけですね。で、昨日の動画で、えー、ウクライナ軍のこの活動っていうのが、まあ動画で出てたんですよ。 なんで動画で貼り付けたんだけれども、やっぱり通らなかったです。なので画像に変えたっていうのがあるんですけども、えー、根下川を船で渡っていって、降りていろんな作業をするっていう、そういうウクライナ軍の、まあ、動画だったんですけれども、どうやらですね、このクリンキにウクライナ軍が、まあ、拠点を築いているっていうのは結構濃厚なんじゃないかという話。で、今日はその補足の情報として、このクリンキの北東にある町のコルスンカという小さな小さな町ですね。 この付近での映像というのも出てきました。まずはクリーンキの映像から行きましょう。またね、動画出すとちょっと問題が出るといけないんで画像ですけれども、このクリーンキの街をですね、ウクライナ軍が徒歩で歩いてるっていう動画がもう出てきましたね。うん。徒歩で歩いてるっていうことなので、 まあすでにもうウクライナ軍が拠点を築いているっていう状況でいいのかなと思います。しかもこんな視界のいいところをですね、あの列をなして歩いてるっていうことなので、ウクライナ軍の拠点がそれなりの期間にわたってあるんじゃないかな。ただし、動画が出てくるタイミングなんですけれども、実際の現地とね、タイムラグがあるっていうことが結構多いです。今までの経験上、最大1ヶ月ぐらいのタイムラグがあったこともありますので、えー、まあですね、うん、一時的なものがこうやって今出てきてるのかもしれないですけれども、 これに対してもう一つ補足する情報。それがコルスンカという先ほどお伝えした街なんですけれども、そのコルスンカというクリンキの北東にある街ですね。この街の付近で、ウクライナ軍がロシア軍を撃破しているっていう映像も一緒に出てきたんですよ。クリンキにもしウクライナ軍の拠点があるんであれば、当然ロシア軍はここに圧をかけてくる。それをウクライナ軍は当然これまた撃退しに行くわけですよね。 それが隣町のさらにちょっとあの郊外みたいなところで起こっているということなので、えー、クリンキーのこの町のところにですね、ウクライナ軍がそれなりに滞在できて拠点ができている、共闘法ができているっていう可能性がまた濃厚になったという話です。まだ確定ではないので、引き続き追っていきながら皆さんとの共有を続けていきたいというふうに思います。 では次はですね、ウクライナ支援の話なんですけれども、ちょっと心配ですね。まあ大丈夫だと思うんだけれども、まずはロイター。えー、アメリカ下院、共和党のイスラエル支援法案可決、上院は反発ということで、イスラエルの方です。可決されたのは、イスラエル支援の法案が可決された。これはね、どういう流れかというと、まずホワイトハウスが要求していたのは、イスラエル支援、ウクライナ支援、人道支援とかをひっくるめた、 めちゃめちゃ大きな規模の予算案っていうのを通してくれっていうことを議会に投げかけてました。つまり、イスラエル支援とウクライナ支援をくっつけて予算にしていたんですね。で、これで逃走としていた。けれども、えー、アメリカの会員の、えー、共和党の一部の人間、本当にね、悔しいんだけれども、この一部の人間が、今数字上力を持っちゃってるわけですよ。拮抗してるので、民主党と共和党がね。うん、この人たちがもう思いっきり偽情報にやられて、 いるわけですよ。陰謀論にやられてしまってるということで、ウクライナ支援をやめろみたいなことを言ってる人もいるわけですね。アメリカをぶっ壊す気かっていうふうに本当に思うんだけれども。で、今回、マイク・ジョンソンさんという人、もともとそういう陰謀論を唱えてた人なんですけどこの人が会員の議長になりましたと。で、ウクライナ支援をやめるつもりはないってことをこの人は言ってるんだけれども、しかし、えー、武器支援じゃなくて人道支援みたいな方ですね。復興支援とか人道支援に重きを置くべきだっていうことも言ってて、なんか怪しいなっていう感じだった。その上で、 イスラエルの支援とウクライナの支援は切り分けるべきだってことを言っていて、で、その人たちがイスラエルだけの支援法案というのを作って会員に提出しました。それが可決されたっていうことになりますね。当然、上院は反発しております。で、この後上院って上院で通って、その後、ホワイトハウスに持って行って、大統領が証明したら、これ、 法案が発行してしまうわけですけれども、まあ上院がすでに反発しているので、多分法案は通らなくて、こっからですね、揉めに揉める展開になっていくんじゃないかなと思いますけれども、まず言いたいのが、アメリカの共和党よと、俺の知ってる共和党とちゃうやないかっていうことですね。そろそろ目覚ませっていうことなんですけども、共和党のね、重鎮たちが何言ってるかっていうと、こちらまたロイターですが、 え、アメリカ共和党幹部らが、ウクライナへの長距離ミサイル配備を要請ということで、まあちょうどこのですね、予算を切り分けろみたいな、すったもんなの動きがあるときに、共和党のそもそもその幹部、重鎮たちですね、が何言ってたかというと、民主党の支援が手ぬるいってことを言ってたんですよ。長距離ミサイル全然渡さんやないかと。クリミア大橋とかに攻撃できるような長距離ミサ,ミサイルをウクライナに渡さんと、ウクライナは不利になるだろうと。 早いとこ渡せって言って民主党批判、そしてホワイトハウス批判をしてた。これが本来のね、共和党だというふうに思います。ちなみに、この批判をしてたのは外交委員会の委員長とか、軍事委員会の委員長とか、つまり重鎮たちということになりますね。うん。んとね、共和党のね、まあ若手っていいのかな、本当一部の人間だけが、 うん、やられていて、それが今数字上力を持っているという状況ですね。ちょっと早くね、共和党は目覚ましてほしい。本来の共和党に戻ってほしいなと思います。ロシアの好き勝手にさせるような党だというふうには,私は思ってないので、頑張ってもらいたいなというふうに思います。そして今、アメリカのこの支援が鈍っているのをいいことに、ロシア君がですね、まあ情報戦を仕掛けてきているというところがあります。まずはですね、韓国の情報局かな。 国家情報院ですね。が、リークをしてくれましたが、どうやらですね、北朝鮮がロシアに渡したミサイルは35万発って言われてましたけれども、100万発ぐらい渡してるという発表を韓国がしましたね。10回に分けて100万発ぐらい渡してると。で、さらに言うと、北朝鮮国内の工場をフル稼働させて、今後も渡していくっていうことみたいですね。で、これは本当ね、我が国には直接的に脅威な 影響があります。どういうことかというと、もちろんロシアが有利になることも我が国にとっては不利益になりますが、北朝鮮がこの弾薬の見返りとして何をもらうかというと、核開発の技術になりますね。もっと言うと核兵器を開発する技術というのを、えー、ロシアから取ろうとするはずです。直接的な脅威になるということが起こっているということですね。うん。 で、アメリカが今支援弱めているっていうのもロシアを勢いづかせているので、日本からもちょっとアメリカに本当に働きかけないと、まずい状況じゃないかなというふうに思います。そしてもう一つが、ロシアのコメディアンがやってくれましたっていう話はメロニさんが引っかかっちゃいましたね。うん。イタリアメロニ師匠、ロシアによるウクライナ侵攻。各方面で疲れが出ているということで、ロシア人のコメディアン、これね、エルドアンさんも騙されたっていうやつですけれども、なりすまし電話をしました。 アフリカの交換ですみたいな、アフリカ連合の交換ですみたいなナルシマス電話をして、それがなぜか繋がってしまってメロニーさんと会話して、それがリークされるっていう形になりました。ちょっとセキュリティ頼むよっていう話なんですけれども、ちょうどイタリアがね、まあエネルギーの部分とか、あとまあ希少な鉱物であったりとか、アフリカとの連携を強めようとして、 いてアフリカにどんどんアクセスしていってる時だったんですね。そこの隙を突いてこのロシアのコメディアンと呼ばれる人が偽電話をかけて繋がってしまったっていう話です。ただしですね、あのこれ東野圭子先生がここの記事にコメント書いてくれてるんですけれども、当然ですね大規模な支援をしている。あとはロシアがエネルギーを止めることでまあ、貿易上の回りちも浴びているわけですね。 で、しかもコロナ明けでもあるっていうことで、当然ですね、あの、支援疲れというか、支援をする上で問題が発生しないわけはない。苦しいところは苦しい。当たり前の話なんです。しかし、それでもロシアの好き勝手にさせた未来の方が危ないから、やらざるを得ないと。だから腰据えて根性を決めて腹決めてやってるっていうのが西側の姿勢だと思うんですよ。どこにフォーカスするかっていうだけの話。それはきついよ、疲れがあるよっていうところにフォーカスすれば、それは支援疲れっていう話に、 なるよっていう話で、その部分をメロニさんは率直に話しただけです。で、その上で、えー、国際法を踏みにじらないような形で着地をさせなければいけないっていうことを言ってる。ということになると、ロシアが撤退するしか方法はありませんので、メロニさんがブレてるというふうには思わないんですけれども、まあ思いっきりですね、支援疲れっていうところにフォーカスした記事を西側のメディアも一緒になってやってる。まあ西側メディアは民間なんでね、 うん、まあ、どっかの国に立ってやるっていうわけでもないんですけれども、うん、そういう形で、ロシアに利する形で情報が出ていってしまってるっていう話です。で、もう一つなんですけども、ちょっとね、勘違いされ、した解釈が飛び交っている情報が一つあります。 それがこちら、GG.com。ロシアが CTBT 批准撤回、プーチン氏署名、米憲制って入ってますけれども、CTBT というのは包括的核実験禁止条約というものになります。核実験、とにかくやっちゃダメよっていう条約になるんですけれども、これをロシアが署名批准にしてたんですよ。珍しく。核実験に関することなんですけども、署名批准にしていた。 その批准を撤回しますよっていう、そういう大統領、まあ法案にプーチン容疑者が署名したっていう話なんですね。で、これによって、またロシアが核の脅しをかけてきているっていう解釈で情報出回ってますけれども、これね、条約自体発行してないので核の脅しはかけられません。もっと言うと、この条約というのは、まあ最初にこの条約を作るときに参画していたような国々ですね。アメリカもそう、インドもそう、パキスタンもそう、あとイスラエルとかもそうですけれども、 こういった国々すべてが批准しないと、この条約は発行しないので、発行するめどなんかそもそもない条約なんですよ。なので、ロシアが批准を撤回しようがしまいが、この条約は発行しませんということで、核の脅しに使えるかというと、脅しには使えません。じゃあなんでプーチン容疑者がこの条約の批准を撤回する法案に署名したのかといえばですね、アメリカが批准していないからです。うん。で、インドとかパキスタンとか他の国々が、 この今回のロシアの動きを批判するっていうことはないです。自分たちも批准してないし。しかし、西側、特にアメリカとか、もう日本はすでにロシアに対して遺憾法みたいなのを打ってますけれども、西側の国々は何やっとるんじゃと、時計の逆戻しするような行為だみたいな感じで批判すると思うんですよ。そしたら、いやいやいや、アメリカが批准してねえじゃねえかと、アメリカが、まあ、かき乱してんじゃねえかと、撤回はするけど、ロシアはそもそも批准していたと、裏切られたんだみたいなことをまた言うということで、おそらく情報戦の一環として、 え、この CTBT ですね、え、批准撤回の法案に署名したものというふうに考えられます。つまり、メローニさんに対する、まあ、まあ、いたずら電話みたいなやつもそうですけれども、あと、今回、ザルジニ総司令官がですね、えー、自分作戦ちょっと失敗してしまったということをエコノミストのインタビューで答えていたりとか、その辺の情報、ロシアに利する情報というのがたくさん出てきている中、 え、実は北朝鮮から100万発砲弾もらってますみたいなところで今、東部の方でとにかくゾンビ突撃で圧力をかけまくってるような。 状況になっている。ということですね。で、これ裏返すとどういうことかというと、結局のところ、西側の支援が本当に怖くて怖くて、ロシア軍はしょうがないんだというふうに思います。支援が続いたら負けてしまうと。だからなんとかこの支援というのを先細りさせなければいけないと。特に一番肝になっているアメリカの共和党の一部の奴らがうまいことをコントロールできていると。うん。 こいつらがいい感じで動いてくれてるから、ここをなんとか利用してって必死でやってるんだというふうに思います。さらに逆から言えば、西側の支援が着実に続いていって、ウクライナをちゃんと助けることができれば、ロシアはどんどん不利になるっていうことですね。ちなみになんですけれども、私は支援疲れなんでこれっぽっちもしてません。支援疲れ、支援疲れ言ってるのは、まあ、メディアだけじゃねえかっていう気がしてますね。最近ウクライナの情報が減りました、みたいな、興味が薄れてきます、みたいなこと言ってますけど、私の興味は薄れてません。 減らしてんのはメディアなんで、勝手に減らしてんのは。うん。ということじゃないかな、というふうに思います。はい。では、えー、イスラエル、中東情勢の方に行きたいというふうに思いますが、まずは G.com ですね。イスラエル軍、ガザ市包囲完了と発表、死か降伏か、ハマスに警告ということで、まあ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 、物騒なタイトルがついておりますけれども、まあ昨日お伝えさせていただきました、イスラエル軍が、まあ、半ばぐらい、中部ぐらいからですね、どん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 、 海沿いに向かって進んでいったわけですけれども、えー、ついに南北を切断しましたで。その上でガザ市包囲が完了したということを発表したということでございますけれども、地図を見てみたいと思いますけれども、まあ、こんな感じになってますね、うん。完全に南北を分けました。で、大きな大きなガザ市があるわけですけれども、これを事実上包囲したということです。ただしですね、これ地下トンネルがあるので、 ハマスは、この南と北を行き来できるというふうに考えられています。で、その上で、イスラエル軍は無理な地下施設、潜入突撃みたいなことをやるとは言ってないんですね。うん。それよりも、ま、空爆、爆破を続けるっていうことを言っていて、まあ、じわ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 ハマスの首を締めていく。プラス、なるべく人質を解放するっていうような動きを、に出てくるんじゃないかなという気がいたします。 ただし、これまでのところですね、あまり、え、イスラエルは、まあ国際世論といいますか、まあ、イスラエル以外の国の目とか、メディアからの目みたいなものを、あまり気にしていないんじゃないかという気もしますね。自分たちの作戦通りにやっているというような状況も見えますので、なんとかですね、 え、ま、国連職員の方もそうだし、ジャーナリストの方もそうだし、あと、一般の市民の方もそうですけれども、そういった人たちがですね、なるべく命を繋いで、そしてハマスを殲滅するように、非常に難しい、あのー、願望ではありますけれども、それを、ま、祈り続けたいなという気がいたします。はい。では、最後のニュース行きたいと思いますが、ウォール・ストリート・ジャーナルからいきましょう。スクープということで、ワ、えー、グネル・ヒズボラに防空システム提供計画、 米当局者とということでアメリカの当局者からの、まあ、垂れ込みというような情報でございますが SA22 という防空システムになりますけれどもこれをですねワグネルがヒズボラに渡すんじゃないかという情報ですかなりまあ濃厚だみたいなことがこの記事の中には書いてあるんですけれどもどういうことかという話になりますが、えー、ワグネルがヒズボラに渡します っていうことですね。ただし、ワグネルはもうすでにいろんな資産凍結されていたりとかします。で、アフリカでも活動しているんですけれども、実はシリアでも活動しているんですね。すぐ近くでワグネルは活動していますが、おそらくワグネルという認識ではなくて、ロシアっていう認識でいいと思いますね。ロシアがヒズボラに防空システムを、まあ、渡しますよ。で、これは何ぞやということなんですが、ヒズボラを支援しているのはイランということになりますね。 で、イランはロシアをドローンなんかを売ってあげて、ドロ、あの、ロシアを支援している。つまり、イランがロシアを支援する見返りの一つとして、ヒズボラに武器やってくれみたいな、そういう三角関係があるんじゃないかっていう、そういう話じゃないかなというふうに思います。 えつまり、イラン、ヒズボラ、ハマス、ロシアですね。やっぱり悪いもんは悪いもんと繋がっているっちゅう、そういう話です。ただし、ウォールストリートジャーナルの米当局者の話でありますので、まあ80、80%ぐらいで。 え、まず、信じて見てみるのがいいのかなという情報でございます。はい。というところで本日はですね、ウクライナ情勢、ヘルソンとかの話、かなり具体的に共和があるんじゃないかっていう話をさせていただきました。で、もう一つが気になるウクライナへの支援予算でございますけれども、共和党の一部、本当に一部の人間が強烈に邪魔しているというような状況でございますけれども、共和党の マジョリティ、そして民主党の方もそうですけれども、ウクライナを支援するというところでは、そっちの方が大多数になります。アメリカ目覚ましてくれよということで、この状況を見守っていきたいというふうに思います。そして私は相変わらずウクライナの応援を続けていきたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。